にちは。さて、これからゆっくり村町田森のへと向かいます。先ほどの町の喧騒とは打って変わって、最寄りのバス停を降りると、そこは静かな住宅街。中華料理屋さんを左に曲がり、まっすぐまっすぐ進みます。公園沿いにまっすぐ。この公園は皆さんの散歩コース。さあ、もうすぐ到着です。見えてきましたよ。到着です。さあ、早速中に入ってみましょう。施設の前には駐車場がありますね。この駐車場では以前消防隊が来てくれて消火訓練を行いました。さあ、ゆっくりゆっくり中に入ります。職員は中に入る前にここで体温を測って、とその前に施設案内をしておきましょう。町田森のは小規模多機能だけでなく、グループホームも併設されております。1階と2階。さあ、行きましょう。この扉の先が小規模フロアになります。お邪魔します。現在夕食前の時間ということもあり、利用者さんの数は少なめですね。このフロアでも様々なレクリエーションが行われます。習字、それに脳トレプリントをやってみたり、皆さんで大きな工作をしてみたりと、昼間は賑やかな風景です。そしてまた職員による演奏会が開かれたり、中には卓球をして過ごしたりと、元気ですね。さあ、窓の外は何があるかな。花壇がありました。この花壇では利用者さんが毎日水をあげてしっかりと育てていただいてます。以前はイチゴを育ててました。突然お邪魔しちゃって皆さん困惑してますね。ありがとうございました。